バイシバ観光ツアー始まるよ、カン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 。はい、ということでね、前回ね、まあ、ちょっとね、まあ、あまりにもその2、2つ前のパートのね、ところが短すぎたっていうこともあったんで、ちょっと丁寧めにやっていこうかということでね、スタートしていった回だったんですけれども、皆さんお楽しみいただけたでしょうか？楽しかったよって方はですね、今からでも遅くないチャンネル登録ボタン、グッドボタンぜひ押していただけたら、私の日々の、ね、もう給料やボーナスをもらうことよりも励みになりますので、ぜひね、よろしくお願いいたします。ということで、今回ですね、リフトを登っていってね、はい、スキーヤーでバーッと滑ろうかなと思うんですけど、雪がどこにもないということなので、なんだったっけな、なんかそういうのあったよね、雪じゃなくてさ、なんかスキーで滑るさ、なんかあったよね、まあ下にね板つけたりとかね、学んだりとかもするんだけども、とりあえず僕にはこの巨乳ちゃんがついているんで、巨乳ちゃんがね、なんか若干ね、もうね、もう可愛くて、若干めちゃくちゃ可愛いでございます。なんかでもちょっと目がいっちゃってるんだよね、どこに視線、ちょっと本当にどこ視線上げてんのって感じなんだけど、まあそんなことを気にしたらね、わあすごいイライラするポイントですね、なかなか来ないね。まあとりあえずここに向かって一発ポンと打ち込んでおこうかということなんですけれども、でまあ乗り込んだということだったんで、彼女がいつもね、こっちの方に行くということだから、私が場所を奪って死んでよということで、ね、まああたふたあたふたすると言って、ああ思った、はい、どうぞ。結構いいコンビじゃない？いいコンビでございますね。あ、すごくね、なんかだんだん節操のない女の子になってきてますね。はい。で、ちょ、誰に向かって喋りかけているのかな？なんか振り返ってやる。まるで大統領演説かのようにね。We have a dream! あ、違う、間違えた。I have a dream だったね。私たちの時代、全然落ち着くない節操のあるのね。じゃあ、ちょっとノリ悪いって言ってるけどね、まあ、とりあえずあなたのパイに注目することしか私は脳がないでございますんで、はい、そこら辺ご注意くださいということで、ああフォークリフトですね。フォークリフトってさ、やっぱりさ、なんか全男児のなんか憧れというかね、なんかそんな感じがするよね。うん、まあ僕の子供は娘なんだけどね。まあこの間ちょっとフォークリフトに関するね、会社のところに行った時に、入った瞬間に、ね、フォークリフトが展示物としてあった時にはね、おーすげえな、さすがに。まあ僕も、もうこんな年だ、30歳超えた、おーすげえ、いい年のおっさんだけど興奮するなと思ってね、プラガースっていうことだったね。まあいろいろとね、ガッチャンとかってあるんで、この時点で、これがルイスの言ってたやつか。そんなこと俺言ったっけって、俺は何も言ってなかったと思うんですけどね、って言ってね、まあこれをね、カチャンとやっちゃうと、まあ残念ながらね、次に進んでね、巨乳ちゃんとのね、冒険が終わっちゃうということでございますんで、あ、ちなみに皆さんもあともう数分で巨乳ちゃんいなくなっちゃうんで、今のうちにおっぱいをね、眺め散らかすっていうことをしといて、ぜひしていってくださいということでございます。あれ、レンチじゃないな、これで何する気？わかった。あれ、アシュリー、あ、いたいた、なんでそれ以上、じゃあちょっと離れて、うん、ちょっと今のさ、離れてるの時のさ、これ可愛くない？これ可愛くない？オーケー、近づく、めっちゃそばに近づける。近くにいろ。うん。距離をくれ。あー、なんかめっちゃ可愛いな。てかさ、大切なものなのにさ、こうさ、こう岩がさ、こんなところにさ、こうポンポンってさ、無造作に置かれているっていう視点でさ、実はプラーガってあんまり大事にされてないんじゃないか説があるけどね。はい、ということでムービーシーンでございます。ムービーシーンに入ったら私は何をやるかというと、水分補給と水補給でございます。水分補給も水も一緒だっちゅうの、コーヒーだっちゅうの。さあ、ぬか漬きたまえ。え、それって何？ぬか漬けを作りたまえってこと？あー、もうね、もう何回も言ってるけどさ、これさ、後ろにいるこの白い人たち一体何なのっていう話でね、どうやって前見てんのってね、相当薄いんだろうけどね、そこまでスケスケなんだったらさ、下に履いてるさ、もう下着なんかも全部透けてさ、しまえばいいんじゃないかなって思ったりするんですけど、こいつ完全にさ、多分なんだけど、僕の予想だと、ラスプラーガースの力で世界を征服するんだ、みたいなことをさ、偉そうに、このボルデモートさん言ってるけど、おそらくだけど、ボルデモートボルデモートの意志じゃなくて、哀れな子羊よ、ボルデモートの意志じゃなくて、大丈夫ってな、杖の目がボルデモートの方ね、チラッと見てたよね。そうそう、ボルデモートの意志じゃなくて、プラーガーがなんかなんかターミネーターでいう AI がさ、スカイネットが人類を滅ぼそうみたいな感じにしてるのさ、プラーガーが実はね、じゃあ世界を滅亡させて、滅亡っていうか、世界をね、座観しようとしてるんじゃないかっていう、ね、そういう意志がね、もかってるのを見てるのに、なかなか太もものラインがエロいよね。あー、やめてーって、そういうプレイだから許してーって言ってね、銃で撃ち込むプレイっていうのがね、やっぱりね。で、ここでね、図書がね、あっ、第四の妻が殺されたっていうね、でもプラーガーはやっぱり虫だからさ、あまり性欲っていうのはないかもしれないね。だから、ここら辺で白い服の、白装束の人たちがさ、こういう格好をしてるっていうのは多分ね、過労死で残っているボルデモートの性欲なんだろうね。でも実際に手を出すっていうことがないから殺されたところで、女の子たちがね、うわぁ、小ぶりのおっぱいわしゃ好きなのにと思いながらも、でもそれ逆らうことができないというところなんだろうね。まあ、残念だね。
まあ娘なのかどうかっていうと、まあおっぱいですよ。全ての恐怖から解き放たれるのだ。あ、ごめん、なんか一人でいろいろと教鞭垂れてらっしゃるんですけど、僕が全部ぶち壊しにするくらいね、あの一人でベラ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 喋ってた。ところで、あのお目目から赤い涙が流れてるけど大丈夫でございますか？あなた、そうちょっと、血便が流れてるみたいな。血便ではないか、血類でございますね。なんか流れてるけど大丈夫でございますかね。ということで、上からガッシャーンって、あー、いなくなったね。あー、なんだ、 Wi-Fi よりもしょぼい電波なんだな。あの一応家の端から端にいようが、あのうちの Wi-Fi は通るんだけどね。うん、で、あちゃ、はあ、まったく、やつの演技に付き合うのも大変だぜ。サドラ、ふざけやがって。まあでもここで初めてサドラに出会ったってことで、でもなんかこの自動ではなんかセンサーがどこにあるとかわかんないってことだよね。まあ、とりあえずなんかいるっぽいんで、とりあえずぶちかましとくか。とりあえずなんかいるんで、こうやってボーンってぶちかましといたら。あ、なんかバレた？あ、バレたね。おー、すごい！あ、すごい肩、レーザービーム、おめでとう。まあそんなね、あの、そんなこともね、あの、しつつね。はい。じゃあこっちまで上がっておいでってことで、はい、ドン。もう一発ドン。もう一発ドン。あ、燃えた。これで終わるんじゃないか。ぺん、ぐっと振り返って、見た瞬間には、やつも、いなくなって、あ、なかったね。あち、あち、あちよー、これぞ本当のファイヤー男。ファイヤー男っているのかな？なんかそういう、なんか、1970年代のホラーの映画とかの名前にありそうだったですけど、ミイラ男、ドラキュラ、そして、ファイヤーマン。いねえよ。何言ってんだ、一人。あ、素材エルゲット。でも、ガンパウダーはないのかな？ああ、潰すね。ねえ、一周目でやってる時なんかさ、もうあの、本当に弾が枯渇しててさ、これで少佐ぶち殺すことできんのかななんてさ、その、ほんと一物の不安があったけどさ、うん、うん、今なんて言った？うん、そんなこと気のせいですよ。で、こっちの方に行ってさ、うん。で、中行くと、で、下の方の穴にね、ヒューッと降りていったら、まあ、あの、射的場があったりとかするんすよ。ってね、それはあの、原作の話でございますね。なんかいろいろと手に入ってるな。ちょっと冷蔵庫。これパコンと。で、こうすると、まあ、ここら辺もくっつけておくか。で、どうしよっかなー。どうしよっかなー。あ、しまった。ショートナイフ邪魔なのに売ってなかったね。まあ、なんとかなるか。そろそろあれだね。回復しとかないと。これくっと、ああ、でも全部回復するの。じゃあもうちょっと減ってからでもいいか。まあ、あの、所詮今やってるの、皆さんとね、あの、ゆっくりとね、旅するための、本当はね、ここら辺とかもね、ご紹介すべきなんでしょうけど、まあ、皆さんとね、あの、共にね、ダラダラっとね、あの、チャンネル登録ボタンを押してもらえるの。この覚醒器は何であるの？これは謎だ。しかもあの、まあ、外見言ったのに中まで思いっきり貫通してたけど、全然わかんない。なぜここに覚醒器があるのか。いいか野郎ども、聞き上がれーって言って、今から青い髪の女子大生をみんなで回していくぜーみたいなね、相当エグいこと言ってる気がするけど大丈夫かな。オペレーションハービエイ。うん。まあなんかオペレーションハービエイって本来はね、二人で行ったはずだったのに、そうそう、ドッグタグね、ライジングサンっていう漫画を読んだらわかるけど、あのドッグタグってあの、死んだバディのね、あの、口に噛ませるっていう、そういうあれだったんで、実はあの、あれなんだよね。RPD の頃から知ってるっていうね、少佐はそっちの毛だったっていうね。救急スプレーがある。ありがとう。で、またフェーズ1、フェーズ2。そういうのはね、ベイカーっていう名前があってね、ほんとね、実はベイカーさんがね、犯人なんじゃないかっていうのがね、ね、これは一体ほんと何が仕組まれてたんだろう。で、ここで血がさ、バって、多分ね、最後まで少佐に逆らったやつが引きずり込まれていて、この血の正体が一体何なのかっていうのが非常に気になるところではあるんですけれども、まあ、ここら辺の詳細とか解説動画があればね、まだちょっと僕そこら辺見つけられてないんで、ぜひ、ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけたら、もう本当に嬉しいでございます。ね、look alive. まあ、僕が好きなことは make a choice ですね。うん。生きるか死ぬか。ここでね、新しいのが入ったぜってね、売りさばかせてくれるっていうのが、非常にこう、ちょっと今回のバイオハザードに関しては優しい仕様だなと思ったりもするんですけどね。うん、あ、でも、原作のルーティもあったっけ、それはな、確かね。これは今必要な人。で、ちょっとなんだっけ、これを、アイテムボックスを浮かせ、アイテムボックスじゃねえや、なんとかケース、なんとかケース。墓までは持っていけねえ。言葉が出てこなくなってる、言葉が出てこなくなってるんだけど、やっぱ、おお、なんか微妙に高くなってって、ね、やっぱね、40% アップって結構大きいよね。うん。だから逆にさ、違う、強化手榴弾と破片手榴弾ちょっと面白いから使いたいんだ。そう。ね、逆に 40% オフってさ、ありがたいじゃないですか。ね、まあ、僕は 100% オフって言葉が一番好きなんですけど、うん。100% オフよりもやっぱ 120% オフの方が良かったりするのかな。うん。で、まあ、ここ降りると色々あるから、ちょっととりあえずこっちに行っといてからの、これでなんとかなったかな。これでなんとか少佐が爆死してないかなと思ってる。
ルーキー。ルーキー。はあ、そうです。新兵と書いてルーキーと言います。あの娘を助けに行くのか。はい。あの助けに行くんじゃありません。あの回しに行きます。まあなんかね、最近さ、あのしくじり先生っていうのがなぜかわかんないけど、なんだったっけ、生きてここを通れるとでも考えて、YouTube のおすすめ動画とかに出てきてさ、思った通り、AV 業界のレジェンドのさ、シミケンさんが出てきたけど、すごいな、クラブで 24P をしたって、もう 3P ですら夢の世界なのにさ、あの 24P ってどういうの、まあ、男性4人と、まあ、あのだだだ女性20人っていうね。なんかね、もう無制限に、でもあの仮にさ、回すでやっててもさ、割る5してもさ、1人5人出すさ、まず5発出すのも大変なのにさ、全員1発ずつだとしたら20発ってさ、まああの弾どころかさ、もうあのね、チンコもなくなるよねっていう感じだよね。あのなんかヤスリで削れていくような感覚になるじゃないかなと思って、ね。まあ純粋で、まああのトライフォースでいうところの、あの彼はあのガノンドルフ的ポジションなんだろうね。はい。でまああの知恵が、あのアシュリーでも、アシュリー知恵って感じもしないけどね。少なくとも以前のあんたは、うん、今誇りを持ち合わせ、失礼失礼。まあレオン S ケネディがね、勇気のトライフォースみたいな、そんな感じかもしれないですけどね。もうね、会社でさ、5月12日からティアキンの話題がすごいのよ。でさ、あのゲルド族とかさ、ゴロンシティとかハイラル城とか、そういう話が出たりとかするとさ、すごいエモいなと思って、僕あの時のオカリナがもう本当にしゃがんで、おい、やるしかないのか。え、たた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 たあ、一発で止めてる。何を食べろ、遠慮は無料だー。でーん。で、このカブトムシをゲット。カブトムシ他でどこで手に入るんだったっけな、ちょっと忘れちまったな。やってないんじゃない、なんかチャプター前半の方にもあったような気がするんだけど、まあせいぜい急ぐことだな。小娘を結ぶたかばってことでね。まあでも、よくよく考えればさ、寄生虫に侵されて、あ、そっか、でもそうだよな、無理だよな、ごめん、何を喋りたかったかっていうと、寄生虫に侵されたとはいえさ、今の自分をに納得してない、認めたくないと。で、サドラーの野望を止めるべきお前が何とかしろって心の底では実は思ってるんだったとしたら、あの、最終的に手を組んでやっつけるべきとかっていうのがあったんじゃないかなとかって思ったりするけど、でも実はそうじゃなかったっていう、そういうオチになってくるのかな。あ、てかまあ、そう、何か言いたかったかというと、そもそもその、サドラーに逆らうことができないから、自分で何とかできないから、まあ、レオンにその虫をぶち殺すっていうのを、まあね、やるしかないって、そういうオチだったのかなとかって思ったりもするけどね。まあ、それは一体どうなんですかね。あんたの口癖だった。そう。やっぱりメイザフォースビビズユーっていうね。で、後ろから来るから。あー、油断した、本当に油断したわー。ペキン、じゃあやるか。あれ。なんだ、これから面白くなってくるところだったのによ。あれ、ここピッ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 と、あれ一個少ない。そんなことはない。あ、あんなことはねえ。で、こっちもカチャンってやって、で、ここのカチャンって、で、どっちかに集中させておいてからの。あいて、あ、なんかいる。あいて、なんかもうダブルパンチあ、ごめん。全然気にしてなかったっす、君のこと。うん。なんか存在感薄いよ。大丈夫？あ、痛い。これは非常にまずい。これは非常にまずいことになっている。わー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 。素人かって。一周目のプレイヤーかって。やばい。プチューンってなっちゃった。で、これは、こっちを破壊して、でもいいし、これ行ったらどうなる？あ、なんだ。ダメージあるか。アーマーだけだったんだ。なんか もっと大変なことになるのかなと思ってた。うん、知ってる。思い出したよ。くそ。まあ、いつの間にかこんなね、ここを仕掛けてたっていうのがあるかもしれないけどね。よし、狩りの時間だ。あ、なんだい。狩りってことはなんか、狩りの時間だってこと？え、あの、引くときに気持ちよくなるやつ？それともあの、太すぎて入らないっていうやつ？もうほんと、ただのね、もう、あの、一人でエロい話をするとね、こんなにも虚しいものなのかって思うけどね。あれ？いない？ここに出てくるんじゃなかったっけ？あ、あっちか。あっちの方だ。ごめん、その言葉そっくり返してもよろしいですか？あ、これギリギリ全回復してないかな？わかんない。これ食べるとあれだよね。まあ食用には適さないって書いてある。悪い手本を見習わなかったおかげだ。あー、いい返しですね。ひゅっ、甘いな。じゃあ試してみる。あいてー、本当にザのザマでは長く持たなさそう。ほい。で、これで。え、どういうこと？どういうこと？クラブに誘われたことはないってか？
なんだ、隠れ、あ、な、でもまだ生きてる。普通に生きてる。元気に死んでらっしゃる。あいてー、うえ、まあ、矢というかもう、もはやもうあれだよね。矢どころが爆発物になってるけどね。あ、隠れた。ここは特にアイテムないのかな。とか、トゥル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 。痛いー。で、ちょっと待ってね。まあ、これで回復じゃなくて、何個作れる？あ、2個作れる。よし。でも4個じゃ足んないな。じゃあ、ラスボス戦の時に試すか。ラスボスというか、こいつ第2形態。覚悟しろ、ルーキー。あ、落ちた。あ、さすが受け身が上手でいらっしゃいますね。あっぴーん。甘いな。ふい、ふい。甘い。あ、ちょ、あれ、おい、おい、ちょ、俺の方が甘かった。ちょっと待って。え？あ、あ、めっちゃあれじゃん。なんでそんな赤く染ま、あれ？赤く染まってたのが一気になくなってる。あ、痛い！ちょっとさすがにやばいですね。目の前であのブラックバスの干物を食べると余裕ぶりを見せてやろう。あれ？あ、なんだ、走り始めたらあれだよね。帽子を脱いで十円ハゲを隠してたのを諦めたと。お前のせいでストレスがこんなにもひどいんだ。見ろ、十円ハゲだぜ。ポロポロっていうね。いやまあでもね、AV 業界の話なんかも聞いてるとすごいよね。あの女優さんとの連絡先交換っていうのは絶対ご法度で、それでなんか年間十数人の人たちが、こうあの、業界を追放されているっていう話なんかも聞いたりすると、やっぱり女優は神様っていうところがあるんだろうね。まあでも冷静に考えるとさ、覚悟の違いを。女性が商品としてね、売られるわけじゃないですか。まあ、こういう言い方するとなんかちょっといろいろ語弊が生まれるかもしれないけど、まあ事実としてやっぱり女性が大切にされるっていうか、まあ女性がね、主役として、まあなってるものだから、どうしてもそういう見方になってくるのかなとかって思ったりするけど、その商品のさ、情報をさ、個人が取得して漏洩させるっていうことは、まあ大きな大問題が起こるっていうことだから、暗くて怖いよ、ここどこだよ。これが生体の力だ。生体の力でございますか、はい。で、前から来るから、うーらら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 ら、課金、甘い。ここでダメージを与えておいたらさ、なんかこう本番の時にちょっとだあの緩くなるとかそういうのはないのかな。そういうのも別にないか。ちなみにここなんか開いて、あ、なんかあるの。ハーブ、あ、実はここにハーブ黄色あったんだ。初めて知ったわ。これなんかあれだね、あの早く抜け出さないとなんかいっぱい襲われるかもしれない。実際来るの2回だけなんだけどさ、ね、いっぱいやられると思ってさ、勘違いしてさ、そんなことをやってるうちにね、いろいろとちょっとちょ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 で、おいね、初めてやった時早く抜け出さないとめっちゃ襲われると思って勘違いしてさ、ずっとやってたもんね。で、上の方から来ると。ほい、甘い。いや、逃げようとしてるというよりは、戦いにふさわしい場所へこうね、移動しようかなとかって思ってるんだけど、それすらももし認めてくれたんだったとしたら、あなたはブラック企業です。よいしょ。まあ、確かに僕らがさ、ね、取引先の一般の企業の人とさ、プライベートでさ、仲良くなって交流しようもんならさ、まあ、これが、その会社と会社としてのお付き合いだったらね、接待としていいのかもしれないけど、そうじゃなかったらダメだよね、きっとね。ということでさ、こちらに向かっていこう。うわー、吊り橋上がっていっちゃった。そんなことしないでよ、ダメですよ、降りてきておいでよ。なんか、ドゥンツで。さあ、最後のレッスン。レッスンって言ってる時点でちょっとあれだよね。優しさがにじみ出てるよね。レッスンってことはさ、クリアすることが前提にできているあれだからさ、殺すつもりだけど殺さないみたいなね。かかってこい、ルーキー。あ、いいっすよ。はい。うい。あらら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 らお手手が握りつぶされる。ちょちょ、お手手に握りつぶされる。もう日本語って難しい。あ、分かってたんすか。あ、それありがとうございます。じゃあそのご褒美にキック。てん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 。あー、足を切って死んでよう。あ、やばい、これあれだね。結局のところ。あー、そうなんすか、ありがとうございます。そんな線形の目で見てた。ってことはこのプラ、このなんとかなんとかプラーガースを、サドだかマズだかわかんないやつを止めることをできるのはお前しかいないって、そう信じていただいてたってことだったんですね。はい、じゃあ甘い。あー、ちょっと待って、あれなんで、いい、しゃがまなかった。あー、握りつぶせてましん。ちょっと長引かしてみたけど、そうはなかったね。ほい、甘い。あれちょっと待って、F らない。
おい、じゃあこっちの方で可能性で、まあちょっとあの2人の会話を楽しむためにあのちょっと引っ張ってます。ふい、あいたい、ふいふいふい、あいた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 、あー落ちる、ふわー、あそうなんだ、なるほどね、こうやって落ちる瞬間を待ってくださってたってね、優しいですね。あ痛い、あーなるほどね、そういうことか、あご褒美プレイですね、ありがとうございます。まあ一応 F 押しとくけど、まあちょっと、あやばいやばい、あまりにもなめプッシュすぎたせいであの死にかけているというざまだった。あいた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 、あーなんだなんだ、もうちょっと粘ってくれたらよかったのに。まあね、あの無限武器とカスアシステッドっていうね、あのなめプをしておいてね、あのなんかね、なんだもっと粘れよっていうこういうこともなんか失礼な気もするけど、ところでこれ本当にさ、あのエイダ編をやるときにクラウザーってボスキャラで出てくるのかな？だって全く接点がないから、エイダを襲う必要もなければ、エイダがクラウザーにとどめを刺す必要もないんだよね。うん。だからなんかワンチャンさ、あの、こんなことがあったら嬉しいなっていう、本当にこれは個人的願望なんだけどさ、エイダが、その、レオンとアシュリーを助けるシーンがあるじゃないですか。あの、石像を撃って、それ以上サドラーにやらせないみたいな。で、サドラーと戦うっていうだけで、あんなにそのあそこの場所が砕け散るなんていうことってちょっと考えにくいなーなんても個人的には思ったりしたわけですわ。っていうことは実はサドラーとあのこれはあの戦うし、あの実際戦うのを僕らがプレイするというよりは、そのサドラーとクラウザーがムービーで戦って、目の前でクラウザーが殺されて、あのなんかもう砕け散っていって、で、残りをエイダがあの頑張ったけど倒しきれなかったみたいな、そういうなんか実はこっちで共闘してましたみたいな胸圧展開があったらちょっと面白いななんかっていうのするけどね。うん、まあでもそんなことはでもね、まあ、ちょっとないだろうけどね。もしそれをやるんだったとしたら、あのちゃんとウェスカーと結託をしていたっていう意味で、あのねエイダと、あの原作の方でそういう戦いがあったらよかったのかなと思ったりするけど、これちゃんとね、これ向けないんだよってことで生きてるんだよな、完全にね。向けれないっていうのがさ、って、これまで死体ってさ、普通に撃ててたじゃん。ね、まあそういうこともあったりするんだろうね。あ、完全にこれが壊れてる。じゃあ、アイテム整理を最後にしておいて、終わりにしようかなと。あれ、アイテムアイテムアイテム、あ、無理だったの。そういうことか。あ、ガンパウダーが足りなかった。はい。じゃあ、少佐と、涙、ちょつぎれのね、お別れを遂げたということでございまして、まあ、エイダ編でどんな登場するのかなっていうのを、期待ワクワク、息子を膨らませながらですね、お待ちしたいな、というふうに思います。さあ、皆さん、ご注目。果たして、この扉が閉まる瞬間、この橋が上がる瞬間、彼はピクリとでもどこか動く瞬間があるだろうか。いやー、でもこれ、ピクリとも動かないけど、本当に意味深な閉まり方するよね、というところで、このチャプターは以上でございます。本当に最後まで動画ご視聴いただきまして、ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけたら幸いでございます。ということで、シフトタイプライターで、死亡回数は0。あ、見事でございますね。ねえ、なぜかね、死んでいるところがなんか元気に死んでいるしまっているところもあったりもなんかするんですけど、まあそんなことがあっても、まあ気のせい、きっとそんなのは気のせいでしょうということで、タイプライターでケースカスタマイズで、ああ、そっか、違う、間違えた。装備入れ替えだね。これは一旦、じゃあ預けておきましょう。はい、じゃあこれで装備して、ああ、気づけばブラックバスもあと3匹しかいないんだね。悲しいね。はい。じゃあ、次回パートで、今度はですね、新たな相棒を手に入れて頑張ってまいりたいと思います。では次回お会いしましょう。バイバイ。